ある子が星ついてる。あーそうだよね、しょうがないしょうがない。シャーラさんが星出してる。そうなんだ。それ初耳じゃない？私たち。ポットさん持ってきたよ。これが作ったやつじゃないよね。あ、これ？すごいね。でかいね。知り合い？貧乏そう。へえ、そうなんだ。それはある意味困ったものですね。そうなんだ。すごい人なんだよね。本当ね、初めから完璧なことをしすぎないっていうのは名言ですわ。自分のしたいことね。私は日々ゲームしてますけど。なんか照れくさい。照れくさい？アルス戦が完成したのあんたたちのおかげでありがとうよ。もしもの時はオートに住む人々を乗せてイラから脱出するよう任せてくれと。悪くない気分だ。あのお兄さんもいつの間にか一丁前になったね。アルス戦を作って人々を救うか、そういう無茶するところは老子にそっくりで嫌いじゃないけどね。これいずれ全員この中に入るのかな。てか入れないよね。場所が、わあすげえ、本当に新しい船できてる。来てよかったなサタ。そうなんだ。あ、ここやってなかったか。お、いけるじゃん。だがしかしだな、強そうではあるかな。念のためちょっとどんな感じかやってみるか。あ、見つかっちゃった。32、いけるね。で、ちょっと倒してみます。前は炎よ、スラッシュ。いいね。はい、終わった。いいね、いいね。ふうふう。ふう、何が入ってるのかな。シールストーン1個目かな。聖が一点の壺。壺。てか、真の絆リングリ見てからやればよかった。上達したみたいです。これなら一撃だね。これ見ないと。氷乱、氷乱これからか。力が燃え燃え上がる。あら、あれ、ドドン、どこ行ったの。あれ、ドドンどこ行ったんだろう。読み込みミスじゃないよね。ドドンはどっかね、また行ったのかな。というわけで報告です。はい。騎士になったばっかりだしね。
重弱は強強に勝つ？話し合いそう。使命を果たすだけの機会ではない。むーとんでもない。いいですね。いや、こうやって人の輪が増えていくんですね。私は陛下の指示に従ったまでです。この年で新たな茶飲みに茶飲み友達ができるなんて、まだまだ吹き込むには早いということですな。さて、まずは負傷の弟子の船作りでも手伝うとしますかな。はい、減らないクエスト。このクエストをやったらまた人のレベルが上がるのではという危惧がありますが。はい、じゃあこれで無事にこのクエストも終わったんですけど、未来の方がコンプリートです。また何かあったら呼んでくれ。はい、ウォッタは船を完成させ緊急時にギーラを脱出できるようになった。ラウラにとってもこの先どう生きるか考えるきっかけとなったようだ。ふふふのふー、一旦なんかみんなが作れるの見てきたいな。ニトルさんがまた星出しておるぞ。レベル4の会話ですかね。どんどん増えている。言いたいことがどんどん増えてる。あ、とりあえず散歩人オールさんのクエストを受けていこうかな。アクセサリー屋を営んでいた。あー、なるほど。あー、んー、誰が捨ててるんだろうね。はい、御前林道の問題。引き受けたからには頑張らなきゃね。そんな悲しいことをする人がいるの。でも疲労ばっかりじゃねえ、何の解決にもならんくない？誰が捨ててるかをちょっと突き止めたい感はあるけど。門のところに封印の冒険者イザベラ、シールストーンの人？はいはい、はいはい、ゴミ。ゴミですね。ご丁寧にゴミですね。なんか布の、はいはい、町や街道が近いとはいえこんな森の中にたくさんゴミがあるのはやはり不自然。行商人や旅行者がモンスターに襲われて荷物を置いて逃げた。にしてはゴミじゃない。目的はない。捨てなければならない。捨てることそのものが目的。愉快犯？いやね。ゴミね。え、もう増えてんの？早くない？心当たりが全然ない。はい、4つまたやりましたけど、なになに、リュウリュウ。ノポンの子たちか、なるほどね。かわいい。このゴミをどっから持ってきたかすごくない？ゴミをね、集めるのも大変だと思うけど。リュウリュウ、カチョチョ、ヨクヨク、コメメ、これなんか全員合わせてなんちゃらみたいな。その名もイーラの暴走四天使。
ですもん。なんていうの、のほう最強三国志プラス 1? なにしろ悪いことはダメだもん。本当に棒読みじゃないの？言うと思ったか。穏やかじゃないですね。うん、裏道にいるのは分かってるぜ。一人ずつチリチリになってんの。マルタンさん。で、やっとコゼルさんが心開いてくれてる。やっとクエスト出してくれた。嬉しい。もうなんか、あ、ここに一人いるのでは。あ、いるいる。リーダー見つけてしまった。あ、ジェリコさん、なんか、あ、面画面変わった。クズの吐きだめ。誰だろう、やつを探す。カチョチョ見つけました。散歩になりました。さて、次はどこを目指しましょう。こっから先。あっ、今雨降ってるし。あー、なるほどね。大丈夫？途中で食べたりしない？こんなにもらったのすごいね。よかったね。ちゃんと持って帰れる？あー、パラスか。パラス、イーロでパラスに似てなくない？そうなんだ、パラスいるんだ。今のところ倒してって一言も言われてないけどね。刺しただけだからね。属抵抗軍の食糧問題。放っておくわけにはいかないからな。そうですね。順々にやりたかった感はあるけどね。まだあるだと。どんだけなんだ。んー、そうなんだ、残念。お目発見。さん、完全に魚見てんじゃん。いらっしゃいま。いらっしゃいま。この子なんだ。あと一人。あ、ここか。なんか伝っていくのかと思った。うん、謝りに行くよ。ちょっと、いつこの上を探索しようか問題が果てしないんだけれども。あ、ここ来たの初めてじゃない？あ、宝箱。何が入ってるのかな。洗濯物る。あ、会場ついに宝箱をたくさん開けていった私たち。はっはっ、楽しそうだけどね、この上。今ここに行くとストーリー進むんですけど。あ、いや、ま、いや、ここじゃないか。じゃあ、ここはいいね。話をしよう。オルネラって騎士だったんだ。まあ、でもそれはそうだよね。真と同調してたし。なるほど。
お4人ともいるぞ。よいしょ。やっぱりか。話し相手になってくれてたんだ。あ、かまってほしい的なあれ？寂しそうだった。あー、なるほどね。おっちょこちょい。なんてかわいいクエストだったんだ。めでたしめでたしだね。はい。いい笑顔。悪くない気分だ。午前林道は私のお気に入りの散歩道なんです。本当にありがとうね。あの、はい、あの4兄弟は悪い子たちじゃないんだけど心配だから気にかけてあげてちょうだいと。よし、それじゃあクエストコンプリート。午前林道の問題。うん、これで一安心だね。犯人のノポン4兄弟がゴミを捨てていたのはオールの寂しさを紛らわすものためだった。だがそれはただの勝手な思い込みだった。これで4兄弟もからん4兄弟の考えも改まるかも。よし、ちょっとご飯食べてきます。はい、一旦キャンプを挟みます。クラフト結構集中してやるぞ。覚えてるのでは。おお、しかも結構作れる。完成完成。これちょっといざという時のために3つ作っておきます。こんなパーティーゲージを重視する人いるのかな。私はもうずっと、あ、アイテム発見時から。いい感じじゃないか。いいじゃん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 。決戦準備。え、もう次決戦なの。書き上がったぞ。まあでも滅と対するっていうことやもんね。にしては全然空いてないね。あえてこう集めようとしてないからかな。一番最初に料理を見る前にアデルと完成だね。なんだっけ忘れてた。陛下見るべきのような気がする。はい、でちょっと話すみましょう。そろそろか。そろそろだろうな。何がです？メツとの決戦だよ。イーラに住む方々の避難の準備は整いつつある。ラオラたちのおかげで問題も減ってきた。決戦の機運が高まりつつある。決戦ってマジで決戦って言ってるの？ほんとね、めっちゃ待たしてるよ。で、休むんですけど、今どんぐらいまで上げられるんかな。41から55。そんな上げられるか。 HP とか筋力とか結構上がるね。あー、頼もしいね頼もしいですね。素早さ141か。良い散歩になりました。さて、次はどこを目指しましょう。
で、引き続きクエストはやりたいんですけど、こんなところにメインストーリーのマークがあるので、ちょっと一旦話し合っとこうと思います。オートの人々の避難、だいぶ準備が整いましたね。うんうんうん。あ、ほんと？この街が好きになった。うん。うんうんうん、行ってみたいね。うん、無限じゃない。ああ、なるほどね。宿に、え、なに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 、連れていけない的な。じゃあ宿に行ったらクエストが、じゃない、ストーリーが進むっていう感じでいいかな。じゃあ引き続きクエストやっていきます。じゃあコゼルさんのクエストついに受けていこうと思います。うん、うんうん。うん、どうして無理なの？故郷のポルタ村に残してきた父と母が亡くなった。一般的にはそう思われてるようですね。遠い目でやる。私はそのようなことはないと思うのですが。まあ育ってきた育ってきた味だもんね。私は苦手かな、はっきり言っちゃうっていう。真の料理の方がずっと好き。当然だ。当然ですか。辛辣である。なになに？料理コンテスト。へえ。賞金は僕が出す。アデルハイ。審査員はアデルとユーゴ。それから、マルタン。オッケー？もちろんだと思う。まず、シンでしょ？光でしょ？わだつみでしょ？こっちにはもう候補が3人いるよ。ちょっとシンとわだつみの対決が楽しみ。あー、わだつみ参加しないやつ？スペルビアだから。わだつみの料理美味しいと思うぞ。確かに、イーラの秘宝が作る料理。ちょっと今目が変わったね。キリってなった。ちょっと待った！誰が一人忘れてるんじゃない？わだつみでしょうか？だよね。わだつみの魚料理も美味しいよね。あ、やっぱ美味しいんだ。うん、だろうと思った。だってもう料理名から美味しそうだもん。私よ。見てなさい、シン。私が優勝するからね。ふ。鼻で笑われていく。参加するからには本気で挑みたい。宿に戻って相談させてくれないか。楽しみだね。シンがやる気満々。やっぱ自分の料理に自信持ってるんだね。放ってはおけませんな。その前にアクセサリー屋さんのエリスちゃんが、うんだよね、おばあちゃん関連かなって思った。うんうん。そっかそっか。はい、嬉しい。
おばあちゃんを助けてくれてありがとう。最近午前林道がに散歩行くのがますます楽しくなったみたい。いいですね、楽しみが増えるというのは。で、この下かな。どこだ。お、ここですね。うん、料理コンテストで優勝するために作戦を練る。この3人でチームなんだね。どうして2人が張り切ってるか。楽しいからいいじゃないですかと。ああ、審査員の好みに合わせる。ああ、なるほどね。確かにモリモリさんもあれは退職官ですね。あ、誰呼ぶってちょっと流し読みした。タルタリ焼きが好き。ああ、あと辛いものが苦手。柔らかくてジューシーなタルタリ焼きは美味しいよね。はい、絶品ですと。今度作ろうと考えていたんだ。ここで挑戦してみるのもいいかもしれん。このさ、レシピはやっぱりその同調した時、同調 しなくなっちゃったらもう記憶としてなくなっちゃうよね。あ、とんがらトマトも欲しいの。ネストのエキスももう全部使っちゃったな。とんがらトマトってどこで手に入れるんだろう。グーラではないかな。最近ちょっとグーラでうろうろしてるけど、とんがらトマト見てない気がする。あー、なるほど、確かに。誰にも負けないくらいのタルタリ焼きを作るつもりだが。シンかっこいいな。言葉がいちいち強いよね。ネタが被るっていうのは、かつ勝率が下がっちゃうと思う。スイーツ光作るんじゃないかな。誰の好物なんだ今私が食べたい。それならいつでも作ってやれるだろう的な。スイーツあんまり作ったことがない。あ、これ作るものによって持ってくる材料が違うのか。どっちやっても勝つのかな。はーい、了解しました。料理には自信があるんだ。うん、ケーキは作れる。なんかかぶってる？小麦かぶってるけど大丈夫か。ウルスの獣肉。ウルス？確かにウルス戦ってないや。ウルスこの間見かけたね。で、ネストのエキス、トンガラトマト。トンガラトマトがわからないけど、多分イーラじゃないかなと思うので、まあちょっと野菜のところうろうろしますか。とんがらトマトありました。風なりの体重からいくか。ちょっと近くはないか。いい気分転換になった。なんとなく歩きながら探してた感じなので、あれどこだっけ。こっちから行ってないから、西から行ったんですよね。で、さっき散々イーラじゃないイーラじゃないって言ってるのに、今グーラにいる理由はウルス。ちょっとトンガラトマトがわからなさすぎて、ちょっと先ウルスやろうと思って、こういうのワクワクするよね、グーラに来たんですよ。たださ、私がいると思っていたところにウルスが湧かなくなっちゃってて、えってなって、せっかく道歩こうと思ったのに全然行けなかった。ここですね。これがトマトっぽいのかな。こういうのワクワクするよね。新鮮な野菜。ほら、トンガラプトマト、たくさんでもないけど出てきますね。で、ウルスさ、ここに行った時に出てこなかったっけ。ねえ、前に向こう行こうとした時、ここウルスいたよね。いないんだよね。いろいろな構造を知るのは楽しいことです。
耐え忍ぶ力も大切だ。おう、なんだ。ああ、移動距離か。ああ、会場ね。ちょっと光のジャンプをしよう。あーっと、半分か。ちょっと、エーテル召喚これやりたいから、ジャンプしてくる。